たいと思うんですが、ここ久保田には早くお見えになるんですか？はい、そうですね、週に1回くらい、はい、よくお見えになられるんですね。そうですね、はい、もう私にとっては庭のような感じなんですけれど、まだ探索コースがたくさんありますので、まだ庭とは言い切れないので、これからいろいろ教えていただきたいなと思っている感じです。詳しい方々がたくさんいらっしゃいますのでね、はい、お願いします。そしてこの熊取に対するイメージとかはどうなんですか？そうですね、とても住みやすそうなイメージがありまして、病院はありますし、学校もたくさんありますし、あの買い物をすると美味しいものとか、もう出来合いのものでも、あの出来合いというか手が込んでるものが持って帰れるので、あのこちらに買い物に行って食べたいものを買って帰ることもあります。あのいろんな意味で安心できますし、散歩コースがあのいくつかにテーマが分かれているので、一個一個征服していきたいなと思っている、そんな感じの住みやすさがいっぱいのイメージです。素晴らしい PR をいただきましたありがとうございます。で少し、ね、聞きたいんですが、歌手になるきっかけがあったと思うんですが、はい、どんなきっかけか教えていただいてもいいですか？はい、あの私は小さい時から歌手になりたかったわけではなくて、あのカウンセリングの方を学んでいました。それで中学校の悩み事相談室というところに行っていまして、音楽療法も少しやっていました。それで私が歌っているのを聞いた生徒さんが、先生の歌いけるじゃん、カラオケ大会に出たらいいよと言っていただいて、その気になってカラオケ大会に出まして、なぜか優勝をいただいて、それがきっかけです。はい、なかなかね、聞いてると心がね、温かく、はい、楽しい気持ちになります。ありがとうございます。それからも一層のご活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。さて皆さん、それではこれよりは白鳥舞さんの素敵な歌と楽しいお話、どうぞ皆様素敵な時間お過ごしください。ありがとうございます。白鳥まゆと申します。白鳥も白、まゆも白ということで、真っ白な気持ちで歌手生活を始めて今年でちょうど丸5年になります。今日は私の大好きな熊取城でこうして歌えるということで、嬉しさにドレスも白より色づいてほんのりピンクになっております。私の気持ちも今そんな感じです。と申しますのは、この熊取城というのはハートの形をしている珍しい蝶で、本当にハートフルって言われているところです。そこで私の5年前を思い出しながら、まずは歌手になるきっかけになった曲、デビュー曲のちらさん娘をどうか聴いてやってくださいませ。よろしくお願いいたします。Thank you.
白澤娘デビュー曲を歌わせていただきました。